山口県、私の行った巡礼の道へ、仏心、瑠璃光寺、山口市にある国宝五重塔で有名なお寺です。こちらのお寺では、お寺の住職様自身がささと書いていただきました。本当に力強い筆先でした。前身、大内氏、館跡、龍福寺、山口県のかつて天台宗寺院として栄えた広隆寺にあった釈迦堂を移築してできた禅のお寺です。こちらでは禅心と書かれた紙をいただきました。とても力強い筆で、まさに禅の教えを字によって表していると言えます。続きまして、水晶山多聞寺、山口市内の小郡との間にあるお仏壇の文岡というお店があります。そこの反対側をまっすぐ進んでいくとある小さなお寺です。かつて豊臣秀吉が毛利氏とともに朝鮮半島と戦いを行った時に、ここに巨大な毘沙門天の像を刻み、戦勝祈願をしたと言われています。現在も石で作られた大きな毘沙門天様があります。大慈悲吉木玄斎寺、お父様を戦争で亡くされ、その供養のために仏道を歩まれたとある若者が現在のご住職であられます。そのお方は今では老僧ですが、一生懸命お父様の供養をされ、またかつてこの地にあった日蓮宗の円満寺というお寺があり、そのお寺の跡をも管理され、一生懸そこのお寺のお坊さんたちの墓も一生懸命供養されています。現在ではその円満寺様は宇部市明治町に移転され、一生懸命現在もお寺をご持されております。商人様の名前は松下商人様と言います。そちらの方も今度伺ってみたいと思います。続きましては、正福寺小郡の秘仏で有名な観音様のお寺です。かつて宮本剣道先生という有名な僧侶の市長の方がお生まれになられ、そこで僧侶と長長の小郡長城の二つのわらじを一生懸命図れ、小郡駅の発展や小郡の町の発展に寄与されました。現在ではお亡くなりになられ、息子様がお寺を継がれ、一生懸命現在も、息子様が仏教と町のために、今日もお父様の心を受け継いで一生懸命頑張っておられます。三等家のおられた囲炉裏を復興させたり、多大なる功績を行われた宮本剣道先生には本当に頭が下がる思いです。続きまして、山口県最古のお寺の一つである周防国分寺、本尊は薬師如来様です。こちらのお寺は奈良仏教の影響と平安仏教の影響が色濃く混ざり、たくさんの仏様や寺宝であふれております。ちなみに新山口駅に来た方が看板を見ることもあります。どうぞ、諏訪に国分寺に、行かれたときには阿弥陀寺とともに行かれてみてください。とてもいいお寺でした。続きましては、摂州亭です。上栄寺と言います。摂州禅寺が、お寺を作られました。禅宗の寺ですけど、密教も少し混ざっており、頂上には金剛蔵王権現の小さい像と毘沙門天像がたくさん並んでおります。ぜひお山の方も登ってみてください。とてもいいところでした。薬師様やお地蔵様、お大師様などの仏像がありました。続いてが、大秘伝、道春寺、瑠璃光寺隣にある、同じ禅宗の臨済宗のお寺です。 この朱印は、前の住職様の時に書いていただきました。現在では住職様が交代されましたが、前にお会いしたとき、とてもいいお話をしてくださり、本当に感謝の思いが今 も色濃く残っております。本当に良かったでした。こちらの観音様の絵が、秘仏の道春寺の観音様を模して描かれたものであります。ご開帳の時期はまだ未定とのことで、なかなか開帳されない善光寺の秘仏同様、永遠の秘仏と言われております。こちらの御朱印は本当にシンプルで、一瞬見ただけじゃどこのお寺と
思われがちですが、こちらに書いてありますように、山口市宮野桜畑、西、山崎屋、ちょっと読みにくいですけれど、三宝院と言います。松村、正前和尚様のお寺で、瑠璃光寺に関係が深い天台宗の小さなお寺です。このお寺の先代の和尚様は、琵琶法師として有名なお方で、瑠璃光寺も演奏されたことが多々ありました。そしてその時の遺品の琵琶が今も瑠璃光寺博物館の中に飾ってあります。かつて下関の伝説にある琵琶法師の教えを受け継ぐ由緒あるお寺です。志ある方は、よかったら琵琶の音を聞きに行かれてみてください。現在は息子さんの、正前様がお継ぎになられました。続きましては、正月院、宇部市にある古い浄土宗のお寺です。ご本尊様は阿弥陀如来様です。そのため、南無阿弥陀仏のお名号であります。しかし、本当に一筆書きで書かれたので、一見、南無阿弥陀仏と、見れるかちょっと分からないところがありますけれど、独特の、法然浄土仏教の、お味合いがあります。本当にいいお寺でした。またいつか行ってみたいです。ちなみに昔は、修験道や密教寺院だった過去があり、創建当時のそういった平安密教の関係で、吉祥天様、不動明王様、金剛座王権現様という奈良県の金峰山寺にあるご本尊様を模した仏像の3体と、文殊首里法王寺、文殊菩薩の像などいろんな寺宝に囲まれております。ぜひ志ある方は行かれてお念仏を申し上げてください。でこちらが、美祢市にある、美東町の、高倉光人の人こと、願成寺様、願成寺様です。こちらも、第三の折に書いていただきました。家内三宝大光人とは、家内と名の付くように家の中を守り、かまどを守り、火の難解消を助けてくれるありがたい仏教の守護神様です。本当にいいお寺でした。廃仏毀釈などの辛い時代を乗り越えて、新しく峰の地に降り立って150年近く経ちました。明治維新の時の偉業もとても素晴らしいことでしたが、その中で犠牲になったたくさんのお寺や神社などの、悲劇も忘れてはならないことであります。そして最後に番外編。これは京都でいただいた川戸行願寺というお寺のになります。こちらは昔、狩人だった人が、なった方が、なんか動物をいじめちゃいけないよと仏様に悟られて、悔い改めてお坊さんになったという、お寺であります。で、現在は尼さんのお寺になっているようなんですけれど、まあ、独特の風合いがあり、西国霊場の一つとして、たくさんの人で今日もにぎわっております。私が、ゆえんあって京都にいたときに、何度かお参りして、観音様を拝ませていただきました。本当にいいお寺でした。またいつか行ってみたいです。京都に帰ったときは、清水寺や、東寺などの大きなお寺もいいですけど、このようにこじんまりとした、稲葉堂、六角堂、川堂の3つのお堂、よかったら行かれてみてください。今私の、ちょっとした旅の思い出以上であります。